ブレイキングダウンとぶっちゃけ変わらないかなと思ってます怪物くんに一瞬出られてるところしか出なかったから出ると思ってるんかなと思ってますね今はい、えー、西田大成ですえー、そうですねさっきあの楽屋で聞いたんですけどあの全、ー、裸で配信してるって本当ですか山口選手いや俺ちゃうなそれ弟やな <laughs> はいということでねえー、っとですね クル、あのー、さんの方から声かけていただいて、まあ、試合があるってことなんで、まあ、僕的にの感覚的には、まあ、ブレイキングダウンとぶっちゃけ変わらないかなと思ってます、まあ、3分3ラウンドっていうことはありますけど、まあ、オープンフィンガーでキックボクシングっていうのはやっぱブレイキングダウンがこのファイトクラブでしかできないのかなと思うので、まあ、しっかり自分の実力出してさっさっっっと倒そうかなてて思ってます、はい、戦いの意気込み対戦相手の印象も含めて聞きましょう。山口博人選手お願いします、えーはい えー、あんま知らなかったんですけど、まあ、めちゃめちゃ人気者で、なんか、なんか周りのあれ聞いてたら、結構調子乗ってるみたいな感じで、まあ、そんな感じですかね、印象は。はい、では、その対戦相手の印象という意味で、西谷選手を教えてください、山口選手の。そうですね、まあ ぶっちゃけ、まあ、山口兄弟っていうのは聞いたことあったんですけど、まあ、それが兄貴か弟かっていうのはぶっちゃけ分からなくて、まあ、そのね、相手の選手が僕のこと知らなくてもね、まあ、別に僕はやることやるだけなんで、まあ、別にその印象はないですね。はい、山口選手、ファイターとしての印象というのはどうなんですか、はい、相手ファイター。いや、その、調べて映像見ようとしたんやけど、あの怪物君に一瞬出られてるところしか出なかったから。 分かんないっすね。もっと調べろやったら。えもっと調べろやはりどこに何の試合で出るの 1>, ?1 分しかないやろ、あれ。いや、どれも1分やん。ブレイキングダウンやろ、他に。他に。どうやってみろ見てないよ。まあ、あれっすね。まあ、僕は相手の試合、回もまだ見てないですけど、あの、抜いてるとか見て,見てないんかい。抜いでるてるとか見てる、安心してください。いや、折れちゃうってだから、そうでか弟が。でも山口選手。 対 m m a ファイターというのは先ほどから聞いてましたが、どうなんでしょう、はい、特別なことは、対策あどでしょうか、いや、別にないですね、もういつも通り、うん、まあ打撃の打撃で打撃、打撃だけでやってるプロを見せたのかなと、ま、うん、まあ倒しますよ西谷選手はスタンディング限定のルールですね、どうでしょう、まあそうですね。ルルルルールはルーはルなんででまあ別に全然キックでも 何でもいいですね、ぶっちゃけ、もうそうやって僕は今まで格闘技やってきたんで、うん、まあ試合があれば勝つ以上です。ライズのオープン比嘉グローブマッチに対して、な、まあ、めた発言があったり、はい、あと、西谷選手で十分だみたいな話もあったりとかで、うん、そ,のそういう話を聞いて、山口選手どう思いましたえー、いや、西谷君、相手、いや、勝てるんかなと、勝てると思ってるんかなと思ってますね、今。はい ゆうまくん負けたらどうすんねんいやいやヒロとなああ,あお前それよ気に入ってるやんゃんおいおい気に入ってもるやん,んいやいやいや全然だってあれですよね <laughs> 多分負けますよマジで <laughs> マジでマジで,マジで <laughs> <laughs> こいつ笑いの方にいってる <laughs> いい反応してくれますからね <laughs> 聞いてた話しちゃいますねあちょっともっと来るんかな思ってたああもうオラオラ来るんかな思ってたけどちょっと笑いの方に行きますわ、うん、今日は